四世代学校医療院は、大韓民国、四世代学校に付属する複数の病院の総称。1885年に開院した、王立病院、ヒロインを源流とし、韓国で最も古い歴史を持つ総合病院である。四世代学校には、医科大学、歯科大学、看護大学があり、複数の病院が付属している。病院は、四世代学本校がある。 ソウル特別市に次第文句新村堂のほか各地に散在している。主な厚生病院は以下の通りである。1930年頃のセブランス病院新村のセブランス病院は理長末期の1885年、宣教師で医師の h n アレンが国王、高僧の支援を受けて開院したヒロインを源流とする韓国で最も歴史の古い近代西洋医学の病院である。 生臭院には医学校が併設された。1904年、米国の事業家セブランスの寄付により、生臭院を基盤に、韓国最初の総合病院として、セブランス病院が新築された。セブランス病院には、セブランス医学専門学校が設置され、韓国における西洋医学の発展に先駆的に貢献した。1957年に、 セブランスイカ大学校が延べき大学校に統合をされ、四世代学校が発足した。ヒロエイン、ありがとうございます。